坊ちゃん、頼む。溺れ死なないでくれ。君は人間とモンスターの未来にいないもの。夢か。もう戻ってきたの。本当に聞き分けのない子ね。とりあえずあなたが死ぬところを見たと言おうとした。しかしさすがに怪しすぎ、戦わず逃げもせずにとりあえずの僕が叫ぶ。回ってんなここ。逃げる。それでいいのよ。お部屋に戻りなさい。ああこれだけか。今さっきいました。今さっきここにいたよ。じゃあ困らせないようにしてあげるね。おい、君ね、困らせないでちょうだいって言って戦おうを知って、その口答えはなんだよ。ひどいわ。油断した隙をつくなんて。あなたには外に、外は危険だと思ったけれど。あとはみんなとちっとも変わらなかった。まんまにいいことしただけなのに。助かった。なかったな。手に溺れる坊ちゃんの動画が入ったスマホを仕掛けといたんだ。あれ、前にはもこんなことあったんか。こっちへ向けって言う前に振り返ったしな。まあいいか、あんた人間だろ。こっか、普通か。あ、すいません、申し遅れました。はい、どうも、シュイントーフでございます。また申し遅れましたね。懐かしい。寒っ。またまた顔から待ってるぜ。知ってる、悔しいけど。なぜ俺様ほどの偉大なスケルトだ。いい声なの、こんなことも。悪い意地、ダメや肩を近づけ、それが本当の踏み休め、なんつって。ここは一緒。じゃあカット。ワルイジワハハ、ワルイジワルイジ。ひょっとして人間なんかすっごく見覚えあるよ。変わってる。確かに見覚えがある。だってただの岩だから。なんだ、岩の前に何か立ってるぜ。あってね、信じられない。ここは一緒か。ここは一緒っぽいですね。あ、なんだ、もしもし、おいで、リカちゃん。いいえ。そっか、じゃあこれからもおいらのことはサンズって呼んでくれ。時々確認しないと、いつ自分の名前が変わってるかわからないからな。今のがファンイベントってやつですね。お前はいい、お前は呼んでいない。今のが確かファンイベントだったような気がする。ルワン帽に帽子で、帽子を投げといには走ったといに行った。それでしばらく遊んだ。お待ちかねの帽子タイム。まあ、たここら辺のやつは棒切れで見逃すことです。突然棒切れが現れて、そんで消えやがって棒切れ、棒切れのお化けか。じゃあ俺が棒切れを渡した相手は死神か。猫っちゃん聞いても決めて落ち着いて考えた方が良さそうだな。おい、誰かいいのか。おい、
いるよ。誰ともぼうかしてる。ロスバンドなんて楽勝だ。答えは毎回同じ。全部でしかちょっと書けばいい。だってクロスワードを場所見てると居眠りしちゃうからね。ワルイージー。ま、ワルイージーの頭は普通じゃないからな。あ、ここは同じか。よし、カット。ボーケでじゃボーケ。シャダッ。いるのはみんなボケで大好き。さあ取ってこーい。逃がす。変な匂いはいいとこのマイブレバーなんですくね。変な犬サンキュース。あんた相当パズルが得意なんだな。まさかこれと同じやつどっかで見たことあるとか。わかんないっすね。わからん。そうか。ではポイント説明しよう。赤いタイダ通行禁止。見ていたいのは勘ですが危険。青いタイルは風魔とモンスターと戦闘になって、緑のタイルは水のタイルで、オレンジのタイルはオレンジの顔につき、オレンジを踏んだら緑は踏むな。茶色のタイルは、待て、茶色のタイルはなかった。紫のタイルはレモンの顔にで、そういえばどうして黄色のレモン、黄色がレモンの顔にじゃないのかな。待て、緑と青と説明は逆だったかも。青の方が水だからね。で、ピンクのタイルは、ピンクはなんだっけ。そう、ピンクは踏んでも何にも起こらない。よし、ほら、これで少しは理解できたか。余計わかんないよ、僕。いや、わかった、こうしよう。とりあえず、このパズルは貴様が一人で勝手にやれ。ここに説明書を置いておくから、自分で読んで、そんでどういうのがわかったら、自分でスイッチを入れて、自分のペースでいいから。じゃ、頑張って。いや、この偉大なワデリージももう疲れてきた。It's a stick time! ご自身も寝て待っている。いがっせ飯をイエッセ。パピウスのバトルであんたが呼ぶだけ。間違えた。悪い位置の戦バトルであんたがやるべきことは一つ。戦わない。わかったかい。わかったよ。ネットで知り合いだったっけ。 SNS の友達がたくさんいるから全員の顔なんて覚えてらんないんだよね。あと12人でフォロワーが。ついに抜けたい突入するし。いや待てよ。貴様が俺様と友達になるはずがない。だって貴様は人間だ。よく騙されて戦わずに終わるところだった。危ない危ない。よし、どうやら本気のようだね。では俺様有名な青攻撃をくれ。これがワルイージの青攻撃。ワルイージタイム。オーレ。ああ、これ死んだ、死んだ。少しですよね。貴様弱すぎる。こんなに簡単に捕まえられるとはね。貴様、これから貴様をプリズンゾーンに落ち込めてやる。ニーチェがいるところのうちのガレージで。貴様は犬小屋きだぞ。ワルイージー。
残念ながらただのカリカリのドッグフードだ。押すとキューキューとかするおもちゃだ。小さすぎてこの上では眠れそうにない。パピースの楽器、ワルビージの楽器だ。悪いがフィッシュ&チップスが来るまでこの部屋でおとなしくしといてもらう。ゆっくりおつくろ、おくつろぎください。お食事と休憩場所もご用意しました。ワルビージ、ワルビージより。くっそワルビージがよ。やはり先ほどの予感が的中したな。俺と貴様は赤い糸で結ばれているのだ。運命の真っ白い骨でがっちり繋ぎ合わさっているのだ。だからここでこうしてまた会えた。あの牢屋から抜け出すのは絶対に不可能なはずなのに。感動した。貴様のそのひたむきな。で、違う。俺様は貴様捕まえればならんのだ。あぶねあぶね。さっきは脱走できたかもしれないけど、今回は設備アップグレードしたからね。貴様再び閉じ込められ、行けたくなくなってしまうだろう。ワルビージードッグフードに細かく切ったホットドッグが混ぜてある。ワルビージーの書き置きだ。逃げるときは事前にご相談ください。急にいなくなって心配したんだからね。ちょっと骨に来てる。ワルビージより。また来たの？これは多分俺様のせいだな。俺様のスパゲッティを作ってやるなんて言ったせいだ。だから様早く作ってほしくて、会いに来てしまうのだろう。なら仕方がない。ワルビージ様も腹ペコだ。そして前に肩をつけてやる。貴様もしつこいやつだね。いや、俺様のやつ運用しない。俺様の方がもうちょっとしつこいからね。もし貴様が自分の方が全然しつこいと思っているなら、それは違うぞ。文法的に間違っている。正しくは全然しつこくないとも言えなくもない、なくもないね。どうだ、勉強になったか。ワルビージー、もうやめよう。これワルビージの書き置きだ。止まったことがなくて困ってるんだったらそう言ってよ。戦わなくていいから。ごめんなさいは お申し付けください。ワルビージより。まず変わんない。え、また来たの。そうか、本当の理由が分かったぞ。貴様、俺様顔を見たくて仕方ないんだな。そんな風に持ってくれてる奴と戦うわけにはいかない。いいか、ぶっちゃけ貴様を捕まえるのがめんどくさくなってきた。いいえ。そうか、ただ俺様の見せ方の失敗を認めよう。で、終わりか。よし、カット。あ、哀れだ、ワルビージ。よ、首一つで繋がったよ。もっと。モンスターだと思うんだよ。ゲイダダイブの始まりだ。これ限界までやってみようかな。これさあ、ニュータイズチケットはソードドアンズ今まででロックスター。次、おお、ちょっと変わった。さあ、ニュータイズで、はい、ツアーやお酒ファンにお会いするけど気の休まる暇がない。ビッグにあった。だけどそうそうして踊った。彼は別々の息を歩むときに別れの歌を歌った。終わりか。
イエッセ伝説の宝だ。どうする取る。もちろん犬多すぎてこれ以上思ってない。犬うざい犬。うざい犬、犬。白い子犬。くすい眠っている。犬は来た。おーい。犬が高田を吸い込んでしまった。高田は消えてしまった。犬の落とし物、犬アイテム。犬が食事をして洗わずに放置した食器。あ、これが手に入るんだ。持ち物の空きスペースが全部犬の落とし物で埋まった。あ、これで犬サラダが手に入るのか。犬サラダ。骨の HP がいく。ヒットプールとどうかいくす。おー、イエス。